皆さんこんにちは、ボスンタンです。で本日はね、レッスン10、今回は文法入っていきたいと思います、はい、いつも単語だったんですけど、ついに文法に来ました。最初に2つ文法を習いました、はい、最初が A 数 B、これは A は B ですの意味です、まあ、英語で言う、まあ、B 動詞ですね。 I am Japanese の am、何々は何々です、の意味ですね。そうだね、それを習いました。そしたら例文作ったんで3つ、それちょっと皆さんに聞いてもらいたいなと思います。すごいね、例文3つも使ったね。これ作ったよ、すごいね。いくよ、はい。ボスルーバンだよ。ああ、私は日本人ですね。これよく使うかなと思って、自己紹介にも使えるね、いいかなと思います。そうだね。2番目は、2番目がミス台湾人吗？哦，对对对，我是台湾人，对对对。啊，你是日本人吗？嗯，你是日本人吗？是是是啊，そうそう、そんな感じで使えるかなと思います。会話できるね。ね、そんだけでも会話できるかなと思います。ちょっと偉そうに言っとるけどね。そして三つ目が、我是上班族。おお、私はサラリーマンですね。会社員です。会社員です。それをまあ自己紹介の時に使えるかなと思ってね。確かに。じゃあ例文をちょっとつながったらどんな感じで練習してみよう。もうすぐルーバンね。もうすぐ3番ず。对对对。パパね。2つ目が、今日〇〇ま、が、まあ、〇〇はありますかとか、こんな感じで聞くもんですね。英語で言う、Do you have? 何々、〇〇はてな、みたいな意味ですね。ちなみに、まあは、口に馬って書きますね。そうだね。びっくりした。ね、なんで口馬なんだ。そうだね、口馬。日本にはない感じです。これも、3つ例文作ってきたので、ちょっと皆さんに聞いてもらいたいです。まず1つ目が、曜日ま、ペンはありますかの意味ね。あなたペン持ってますか？あなたを言えたらちょっとに言えた方がいいかもね。に？あ、そうなの？に曜日吗？に曜日吗？没有。有电影院吗？映画館ありますか？ありますか？映画は电影、なんか因をつけると电影院は映画館の意味ですね。難しい。ね。初めて習う単語だったね。ね、覚えた？映画館。電影院。電影院。对对对，難しいね。そして3つ目が、幼稚園ま？お金ありますか？幼稚園ま？怖い。これ怖い。怖い。怖い。金持ってんのみたいな。ね、そうだね。幼稚園ま？怖いね。怖いね。カツアゲやん。そうだね。はい、皆さんいかがだったでしょうか？今回はちょっと踏み込んで文法を習いました。で今後もこういった文法をどんどんやっていきたいと思いますんで、皆さん、応援とあと高評価、あとチャンネル登録お願いします。全部言ってくれてありがとう。はい、これからも頑張っていきますんでよろしくお願いします。あ、そういえばコメントでふーちゃんのこの中国語シリーズ見て中国語勉強してる方もいるらしいね。日本人で、らしいね。コメントでそう言ってくれる方はいるんですけど、一緒に頑張りましょう。そうだね。それでは See you next time、 バイバイ。バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。